ちょっと、ね、実際に今日スペシャルゲストで平井先生にお話を聞いていただいてますので、ちょっとその今国での取り組みっていうのを一体どういうことを今していて、どういうことをこれから考えていてされていくのかっていうのをちょっと私たちにこう教えていただいてもよろしいでしょうか。はいはい、皆さんの話をずっと聞いていました。話を聞いてまずここからちょっと話を膨らましたいなと思うんですけど、よろしいでしょうか。はい、お願いします。まずキャラクター、ナナミハノンちゃん、はい、ものすごくいいと思いますね。昨年ミクさんもスタートした時にはそんなメジャーではなかった。ナナミハノンちゃんもですね、これから大きくいろんな形で育っていく可能性があるなと思いました。私が気をつけてることは、そのこういうあのキャラクターの皆さんには呼び捨てにしないというのを、自分の中のルールにしてます。初音ミクなら初音ミクさん、ナナミハノンさんならキャンでもサンでもいいから、まあ、ちゃんとリスペクトを持って呼ぶというところから、私はやっぱり育てていかなきゃいけないなというふうに思います。それはやはりあの人間のつながりの中で、そういうお互いにリスペクトし合うというところが基本的にはベースになる仕組みだと考えていました。で、それと皆さんのやってる取り組みっていうのは、実はこれ1980年頃に月のあの総理大臣の大平正芳さんが提唱していた全員都市国家構想の中で、地域のためにやるべきことというのをいくつか整理されていたんですが、まさに皆さんの取り組みというのは、地域の文化やその伝統、そして地域発のいろいろな新しいもの、そして人のコミュニティの大切さ、それをいかに地域の魅力にするかという話だと思います。あれですから、皆さんがやろうとしていることも、まさに田園都市国家構想のデジタル版だと私は思います。あの今のこの時代にぴったりの取り組みで、それはこうでなきゃいけないということではなくて、まあ、ありとあらゆる方々がそのいろんなことに挑戦して、また地域の思う気持ちをそれぞれのいろいろな考え方で表していくということで、あの失敗するものもたくさん出てくると思いますが、小さく素早く失敗して次にチャレンジしていくというような文化を地域で作るということが大切ではないかなというふうに思いました。電子決済、電子マネーの話もありますが、実は一番最近の調査を見ていますと、その日本国民で電子マネー、電子決済を使ったことがあるという人たちが全体の 91% になっていて、高齢者の方の話がありましたけれども、それも事実で、60代、70代は本当に電子マネーに対して、理解があります。やや80を超えてから、ちょっと利用率が、大幅に下がるということですけど、まあ、ある意味では、実際世代のカバーというのではないかなと思います。LINE は今8700万人の人が使っております。今回、新型コロナの時です。LINE を使った位置情報と SAP というものを、例えば私の地元の神奈川県でも使っていますし、神奈川県、愛知県、北海道、今回いろいろ始めました。8700万人の人、一応やっぱり高齢者の方々が随分ているということで、まあ、今回ある意味では困った時の社会の人に来年なりつつあるかなというふうに思います。この9月からさらに国の方で2万円の買い物に対して5000円のポイントを付与、消費税を上げたことに対する経済対策がスタートします。これを9月からスタートするんですが、さらにその5000ポイントを上乗せしろというようなことを、あの今我々検討もさせていただいています。デジタルでやると今までの商品券、例えばプレミアム商品券なんかは、実はいい案だとしても
そのオペレーションのコストがバカらしくてですね、2200億のプレミアム商品券を配るのに、540億円のコストがかかってしまった。だからそれは本末転倒だと思いますね。どうコストで国民に何かのメリットを与えるといったときに、デジタルの力をもう存分に発揮するのが必要ではないかなと思いました。これこの間、サッカーエビの立ち上げ丼をお邪魔したときに食べましたし、マグロも食べました。サプライズの不良の問題なんかは、資源管理の問題として、これからやっぱり非常に重要だと思うので、うん、あと私も、その、協力もさせていただきたいし、ナナミンシャノンさんにはですね、お客様サプライズの不良問題を、取り上げてもらいたいなと思います。はい、取り上げます。このデジタル化っていうのは、ちょっとやっぱり、今回の新型コロナに間に合わなかったっていうのが、私として悔しいところで、例えば今、ギガスキル、学校のその PC を、ちょっとに配るというようなことをしてますが、それはもう遅すぎましたね。もっと早くやってみればですね、今、学校メンバー、休校のその問題、受験生は、そんなに多くの問題にはならなかったと思っています。そして、そのデジタルからというのは、実は、新型コロナに対しても、非常にプラスになっていて、世界のエンジニアの皆さんは、新型コロナに対して、この新しいテクノロジーで対抗しようということで立ち上がっています。それはもう世界のエンジニアが立ち上がっていて、日本でもそれほど皆さん、東京の皆さんも立ち上がっていますし、各地域の皆さんがいろんな取り組みもやっています。